こんにちは、ともです。今回は α7C2 と ZV-E1 の比較をやっていきます。この2機種はどちらも軽量コンパクトなフルサイズ機ということで、違いが気になる方も多いと思います。実際に使ってきた経験を生かして両機種を比較していくので、カメラ選びの参考にしてみてください。ということで今回お伝えするのは、スペック比較検証まとめ、 ZV-E1 のメリット、 α7C2 のメリット、どっちを買うべきかの5つです。ではまずスペック比較からです。 α7C2 は3300万画素のフルサイズセンサー、 ZV-E1 は1210万画素のフルサイズセンサーが載っています。画素数については3倍ほどの差ということで、 α7C2 が断然有利です。ただ ZV-E1 で写真は撮れないということは全くなくて、トリミング体制であったり大判印刷などをするときに差が出るという感じです。暗所性能の目安である最大常用 ISO 感度は α7C2 が51200で、 ZV-E1 は102400となっています。 α7C2 が画素数で有利なのに対して、 ZV-E1 は暗所性能で有利というのがわかります。解像度とフレームレートは α7C2 で 4K60p まで、 ZV-E1 は 4K120p までとなっているので、 ZV-E1 が有利です。手ブレ補正はどちらも光学式補正で、協調制御補正もあり、 α7C2 は7段で、 ZV-E1 は5段の補正性能なので、 α7C2 の方が有利です。動画ではどちらも光学式のアクティブモードが使えて、 ZV-E1 は電子式補正も併用したダイナミックアクティブモードも使えます。モニターはどちらも3型の104万ドットで、 α7C2 にはファインダーがありますが、 ZV-E1 にはありません。重さは α7C2 が 514g で、 ZV-E1 が 483g となっています。30g の差があるので、 ZV-E1 が少し軽く感じるんですが、大きな差ではないとは思います。続いて検証まとめをやっていきます。検証したのは暗所性能、アクティブモード、 AF 性能、歪み耐性の4つです。ではまず暗所性能の比較です。ログの設定で ISO 感度を上げながらノイズを確認すると、ISO800 では同じレベルで、 ISO2500 では α7C2 が少し有利になっているのがわかります。 ZV-E1 の1つ目のベース ISO は640で 0.3 段ずれているので、この差はしょうがない部分かなとも思います。そして ISO3200 は α7C2 の2つ目のベース ISO なので、ノイズが減ります。 ISO10000 ではかなり大きな差が出ますが、 ISO12800 は ZV-E1 の2つ目のベース ISO なので、一気にノイズが減って逆転します。 α7C2 の最大常用 ISO 感度である51200でも ZV-E1 はまだまだ大丈夫で、 ISO102400 でもまだいけそうな状態です。結果をまとめると、 ISO2500 までは大きな差はありませんが、 ISO3200 から10000にかけては結構差が出て、 α7C2 の方が有利です。ただ ISO12800 になると逆転して ZV-E1 が有利になって、その状態がずっと続くという感じです。結構ややこしい結果ではあるので、これは後ほどまた解説をします。続いてアクティブモードです。α7C2 と ZV-E1 両方で光学式のアクティブモードが使えて、 ZV-E1 は電子式補正も併用したダイナミックアクティブモードも使えるので、性能を比較してみました。使うレンズはどちらも広角ズームレンズの SELP1635G にして、前提として広角で撮れば通常のアクティブモードでも安定した映像を撮影できます。そして条件を悪くして望遠端 35mm でラフに撮影すると、どちらもブレが出るようになりますが、 α7C2 の方がブレは少ないようです。そしてダイナミックアクティブモードなら、条件を悪くしてもブレをかなり抑えることができています。補正性能に順番をつけると、 ZV-E1 のダイナミックアクティブモードが1番で、続いて α7C2 のアクティブ、そして ZV-E1 のアクティブという感じです。続いて AF 性能です。いつも通り近距離、中距離、遠距離で被写体を検出するか試しましたが、両機種ともどの距離でも検出をしてくれました。逆光でもこれだけの検出性能が出るのはありがたいですし、人だけでなく動物や昆虫、乗り物、鳥なども検出対象なので、両機種とも使い勝手はかなりいいです。
最後に歪み耐性の比較です。走行する車のタイヤの変形具合で比較をしましたが、 ZV-E1 の方がかなり歪みを抑えられています。α7C2 はスーパー 35mm モードにした方が歪みを抑えられますが、それでも ZV-E1 の方が有利です。ただ静止画に関しては α7C2 がメカシャッターで歪みを抑えられるので、ここについては後ほど解説をします。ここまで検証まとめをやってきたので、続いて ZV-E1 のメリットをお伝えします。メリットはデュアルベース位相、 4K120p 撮影、ズームレバー、マイクの指向性、連射性能の5つです。まずはデュアルベース位相についてです。α7C2 も ZV-E1 もデュアルベース位相が使えるんですが、検証結果の通り位相感度に大きな差があります。 ZV-E1 はログで 12,800、 静止画で1,600なので結構高めの数値で、 F4 レンズで夜景が撮れたり、とにかく明るく撮りたいという時にかなり心強いです。夜景などを撮る時にはとりあえず位相感度を2つ目のベース位相感度まで上げておけば、ノイズが少ない写真や映像を撮ることができます。静止画でシャッタースピードを稼ぎたい時はとりあえず位相感度を1600まで上げて、 A モードあたりで撮影すれば自動的にシャッタースピードは短くなってブレのない写真を撮影できます。ただ逆にベース位相を意識しないで撮影すると中途半端な感度になってノイズが多くなるということもあると思います。 α7S3 や FX3 も同じなんですが、ベース位相感度を意識できているかできていないかで画質に大きな差が出るので注意が必要です。続いて 4K120p 撮影です。α7C2 は 4K60p が 1.5 倍クロップで 4K120p は撮影できないのに対して、 ZV-E1 は 4K60p クロップなしで、 4K120p もたったの 1.1 倍クロップで撮影できます。このスペックも α7S3 や FX3 と全く同じなので、Vlog カムといってもかなり高い動画性能があるのがわかります。もちろん構造的に α7S3 や FX3 の方が熱停止しにくいというのはあるので、長回しはあまりしないけど高い動画性能が欲しいという方には ZV-E1 はぴったりだと思います。続いてズームレバーです。 ZV-E1 はボタンやダイヤルが少なめではあるんですが、ズームレバーがあるというのは結構大きなポイントです。人差し指1本でパワーズームができるとかなり楽で、レンズ側のズームレバーを左手で操作するよりブレも出にくいと思います。あと上部にカスタムボタンがあるのもポイントです。動画ではカメラを上から見ることが多いので特に重宝すると思います。続いてマイクの指向性です。これは現状 ZV-E1 と ZV-1-2 だけの機能じゃないかなと思うんですが、マイクの指向性を変えることができます。風景を撮りながら撮影者の声を入れたり、自撮りするときに環境音を抑えたりということができますし、ウィンドジャマーもついているので外部マイクなしでも気軽に収録ができます。もちろん指向性も音質も高いクオリティを求めるなら外部マイクを買った方がいいとは思いますが、外部マイクなしでも始められるというのが大きなポイントだと思います。最後に連写性能です。ZV-E1 も α7C2 も最高連写速度は1秒10枚となっているんですが、使い勝手はかなり違います。 α7C2 は非圧縮ローとロスレス圧縮ローだと1秒6、7枚に連写速度が落ちますが、 ZV-E1 はそのままです。あとは連続撮影可能枚数、つまり最高連写速度で何枚連写できるかというのも違っていて、 α7C2 は非圧縮ローで18枚、ZV-E1 は非圧縮ローで85枚となっています。 α7C2 は1秒6、7枚で3秒ほど、 ZV-E1 は1秒10枚で8秒ほど連写ができるということです。なので連写性能は完全に ZV-E1 が上なんですが、注意しないといけないこともあります。 ZV-E1 は電子シャッターとしては歪み耐性が高いとはいえ、あくまで電子シャッターなので、鳥や昆虫の羽ばたきのような高速な被写体を撮るとさすがに歪みます。なので ZV-E1 の連写は高速な被写体をピタッと止める目的というよりは、表情やポーズを撮り逃さないための連写という感じです。
では続いて α7C2 のメリットをお伝えします。メリットはメカシャッター、ダイヤル、ファインダー、グリップと材質、スーパー 35mm モードの5つです。ZV-E1 は電子シャッターのみですが、 α7C2 にはメカシャッターもあります。電子シャッターを使う動画やサイレント撮影では ZV-E1 の方が歪み耐性は上なんですが、静止画でメカシャッターを使えば α7C2 の方が上になります。メカシャッターがあることでシンクロスピードも160分の1秒となっています。 ZV-E1 もストロボは使えるんですが、シンクロスピードがかなり遅いのでストロボ前提で使うカメラではないです。あと α7C2 はメカシャッターがあるとは言っても電子先膜シャッターなので、ハイスピードシンクロなどをするとシマ模様が出たりするかもしれません。電子先膜シャッターの使用についてはしっかり確認をしておいた方がいいと思います。続いてダイヤルです。 ZV-E1 にはリアダイヤルとコントロールホイールしかないんですが、 α7C2 にはフロントダイヤルとリアダイヤルももう一つあります。4つのダイヤルがあることで F 値、シャッタースピード、ISO 感度、露出値の補正ができて、フレキシブル露出モードも使えます。スピードや直感的な操作性を求めるなら α7C2 の方が有利です。続いてファインダーです。α7C2 も ZV-E1 もモニターのスペックは同じですが、ファインダーが α7C2 にはついているので、ここはカメラ選びのポイントになります。ただ前回の α6700 との比較でもお伝えした通り、 α7C2 のファインダーにはアイピースカップが付けられないので、目の周囲に当ててカメラを安定させるというのは難しいです。ここについては問題ないという人と、これでは厳しいという人がいると思うので、一度ファインダーを覗いてみてください。続いてグリップと材質についてです。 ZV-E1 のグリップはかなりフラットな形状で、α7C2 は α6700 ほどではないですが、深さや凹凸もあって比較的握りやすくなっています。あと ZV-E1 のボディはプラスチック製なので、耐久性が心配だったり質感に不満を持つ方もいるかもしれません。それに対して α7C2 はマグネシウム合金製なので、質感的にこっちがいいという方は多いと思います。プラスチックといっても最近のものは耐久性も高いようなので、やはり質感の部分が大きいのかなと思います。 ZV-E1 は Vlog がコンセプトの機種ではあるので、素材や形状を見ても軽量化優先なのかなという感じはしています。最後にスーパー 35mm モードについてです。 α7C2 も ZV-E1 も APS-C 用レンズが使えるようになるスーパー 35mm モードが搭載されています。ただ ZV-E1 は画素数が少ないので、クロップすると 4K 解像度を下回るのでフル HD でしか使えません。 4K 解像度でスーパー 35mm モードが使えるというのは α7C2 の結構大きなメリットだと思います。両者のメリットをお伝えしたので、最後にどっちを買うべきかについてお話しします。今までお話しした中で特に重要な項目だなと思うのは、 ZV-E1 だと暗所性能と 4K120p 撮影とズームレバーあたりかなと思います。それに対して α7C2 だと画素数やメカシャッター、スーパー 35mm モードの 4K 撮影あたりかなと思います。これを踏まえると ZV-E1 は暗い環境での撮影も多い方、あとは動画性能を求める方におすすめできそうです。冒頭にもお伝えしたんですが、トリミングやオーバー印刷などでもしない限り画素数が足りないということはまずないです。高い暗所性能がないと撮れない写真や動画もありますし、暗めのレンズで夜景が撮れるということは明るいレンズを買う費用の負担やレンズ交換の手間もなくなるということです。そして α7C2 はトリミングをするために画素数が必要だったり、素早い車体を撮るのにメカシャッターが必要だったり、やっぱりファインダーも欲しいという風な静止画メインの方におすすめできそうです。動画に関してもスーパー 35mm モードで 4K 撮影ができるということで APS-C からのステップアップもしやすいと思います。ただいつもお伝えしている通り、スーパー 35mm モードは使える画素数を減らすものなので画質の変化はあるので、こちらは過去の検証動画を確認しておいてください。
あと初心者の方は ZV-E1 のデュアルベースイソを使いこなすのが難しいと思うので、α7C2 の方が気軽に取れていいのかもしれません。機材選びの参考にしてみてください。今回の動画は以上です。この動画が少しでも役に立ったという方は、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。